買い物楽になるんで作ってみたいなと。詐欺だったり、なんかいろいろな危険なことにも巻き込まれる可能性っていうのは増えてくると思うので、成人が18歳になったっていうのを聞いて、もう気をつけなきゃいけないことだなと思って。